え、一日どれくらいクラリネットの練習してますか？朝練して、で、授業の合間は早弁して、お昼練習して、将来クラリネットで吹いてみたい曲は？迷っちゃうけど、ソロコンのおすすめの曲ありますか？まあでもクラリネットのソロコンだったら、マリカチャンネル。楽器を始めたきっかけは、もともとはピアノから私始めてるんですけど、保育園の頃に友達がクラスでピアノ弾いてるの見て、私も習いたいと思って親に相談したのがきっかけで、クラリネットはピアノで音大行きたくって、だから中学校入ってから絶対部活動に入らないといけないって言われて、時間もったいないなと思ったから、私第一希望がね卓球部、第二家庭科部で、第三希望でまあ音楽やってるしと思って吹奏楽の体験行ったの。今から言うことは私の学校で私の主観だからね、この部活が嫌だって言ってるわけじゃないからね。はい、第一の卓球部行ったらめっちゃつまんなくてやめました。そして第二は家庭科部に行ったんだけど、卓球も家庭科も大好きなので、その部活入ってる方は頑張ってください。違うよ、本当に私だからね。こういうの最近炎上するもんね。私は知ってるよ、この世界の怖さを。やだよ。はい、第3希望で吹奏楽部に行ったんですけど、そしたら一人だけめっちゃおもろい先輩がいて、もう全てが面白いの。じゃあ、あの先輩のところ行こうって思って行った楽器がクラリネットだったの。楽器の希望を出す時もクラリネットがいいですって言いました。でクラリネット始めたかな。サックスはたまたま貸そうかみたいな、いいんですかみたいな借りて、その日に配信で吹いたの。それ意外と受けて、おーってなって、普通に楽しくてやってたら、いろんなところでいつの間にかやってたっていうあれです。あ、これすっごい、この質問めっちゃ多かった。え、一日どれぐらいクラリネットの練習してますかとか、平均時間どれぐらいですかとか、もうコンクールとか、あと高校生の時とかは、私今はもうめっちゃ朝弱い人間なんだけど、朝5時半の電車に毎日365日乗って、朝練して、で授業の合間は早弁して、お昼練習して、で授業終わって学校行って、で私毎日中学校の頃から大学生の時まで毎日楽器家に持ち帰って練習してたりもしてて、まあでも8とかはしてるのかな、結構練習してるかもです。クラリネットの好きなところ教えてください。でもやっぱ何よりフォルムじゃない？見てよ、こんな置物にもなれるんだよ。置物にもなれる人なんていなくない？だってここにちょっといるけど、ま、でもこれ吹けないじゃん。音が鳴って、なおかつやっぱなんか木のなんか丸みがある音ですごい好きだし、私のバンドの曲が結構繊細な曲が多いんですよ。クラリネットってどのジャンルにも音が使い分けやすいし、あと管楽器の中で一番ちっちゃい音が出しやすい楽器って言われてるんですけど、めっちゃ一番綺麗にリリースできる楽器だと思うから、リリースが綺麗ってめっちゃエモくない？なんか曲のいいところでさ、スンってなるのエモくてめっちゃ好きなんだけど、それが一番表現してくれる楽器だと思ってるから、私はだからクラリネットが好きです。将来クラリネットで吹いてみたい曲は、迷っちゃうけど、モーツァルトのクラリネットコンチェルトをあのバックにオーケストラをつけて吹きたいです。すごいやりたい。もう演奏会とか学校とか、もう本番はモーツァルト あのクラリネットコンチェルト多分 4,5 回もうやってるんだけど、ピアノバックでしかやったことなくて、だからオーケストラをバックに次はやりたいです。集まれオーケストラの森。音大を目指そうと思って勉強や練習し始めたのはいつの時期ですか？行きたいと思ってたけど、クラリネットじゃなかったから、その時は。クラリネットで音大行きたいと思ったのは、あ、そう、私クラリネット専攻の音大生なんで、だったんですけど、二十歳の自分へみたいな手紙みんな書かなかった？タイムカプセル。あの時もうクラリネットのこと書いてあったから、その時から音大行きたかったんだと思う。タイムカプセルを書いた時から。タイムカプセルっていつ書くの？皆さんがタイムカプセルを書いた時期を教えてください。それがきっと答えです。でもそれぐらいの頃から音大には行きたいなと思ってたし、将来クラリネット奏者になりたいと思ってました。ソロコンのおすすめの曲ありますか？まあでもクラリネットのソロコンだったら、あれじゃない？ウェーバーのコンチェルトとか、コンチェルティーノが、まあ、メジャーだと思うし、まあそれは絶対取っといた方がいいみたいなところもあるから、ウェーバーとかめっちゃいいと思う。何年生の子なんだろう、年にもよる。人生初のコンクールはウェーバーで、
その後ビドールとかやったかな。あ、これいいかも。クラリネット奏者になることに対して親は何て言ってきました？で、同じ子がもう一個プロになろうと決めたきっかけは何ですかって二つ質問してくれたので、まあどっちも多分似てるので答えたいと思います。プロになろうと思ったきっかけは、まあなんかいつの間にか覚悟してたみたいなところもあるし、あとやっぱ大学入って一番覚悟できたかも。まあ大学入るまでももちろんなろうとは思ってたけど、自分の中でまだ覚悟は足りなかったと思うんだけど、大学入ってからまあもう音楽で大学にもついちゃってるし、もう私は音楽でやろうって絶対決めて、あの大学1年生の時にとりあえず MC 力とあと人前で演奏する力をつけたくて、週1で絶対本番をこの1年間やろうっていう最低でもね決めて、だから月4回は絶対本番がある状態で、たまには週2の時とかもあったりして、1年間いろんな施設とかにアポ取って自分で連絡して、で同期とかも集めて楽譜作ってっていうのを1年間やって、まあその現場力っていうのをつけました。で大学2年生になって今度は新しいことをやろうっていうのと、ちゃんと音楽で生活をしていくっていう力を身につけたかったので、ライブ配信から連絡が来てやりますって言ってやってみました。あのその音楽をすることに対してそのお金もいただけるようになって、音楽で生活もできるようになったので東京上京してみたいな感じで、だからもう自然とプロになろうとは思ってたし、でも1年生の頃はずっと自分でそのアポ取ってとかボランティアでやってることも多かったから、練習っていうつもりもあったから、まあ多分ちょっとした自信と、まあちゃんともっと頑張らなきゃっていう焦りもそうだし、やりたいっていう気持ちも込めてやってったかな。自然とやりたいことをやるためにいろいろ頑張ってたら決意してましたって感じかな。いやめっちゃ急に真面目に話すやんと思ったでしょ。え、怖い。やだやだ、恥ずかしい。で、そのクラリネット奏者になることに対して親は何て言ってきましたかっていう、これ多分これあれなんだよね、多分反対される親御さんとかもまあね心配だしね、こんななんか職がさ安定しないから親からしたら心配だろうけど、私の親はそのさっき言ってた状況の話とかもそうだけど、まあ、自分の力でやるんだったらいいよっていう、その代わり何も支援はしないし仕送りもしないから自分の力でやるならいいよって言われて、私はでもそんなこと言ってもらえるなんて当たり前と思ってたから、上京する前に月1で東京通ってたんだけど、東京行った日にたまたまその知り合った人が、てか東京そんな通ってるなら東京から名古屋通っちゃえばいいんじゃねって言われて、あ確かにと思って、その日に契約してお家をね今ので、その時名古屋帰った時にママとパパに、じゃあ東京上京してくるわみたいな、家も決めたしって言ったから、もう親の気持ちは考えずにほぼ勝手に決めちゃったみたいなところあるけど、親は応援してくれるって分かってたので、反対はされてなく応援はされるわけでもなく何も言われてません。福岡で演奏会の予定ありますかってことなんですけど、めっちゃ行きたい、呼んでよ。福岡ラーメン食べたいし、実は福岡では演奏会まだしたことなくて、熊本、福岡の近くの熊本はライブしたことがあるんですけど、福岡行ったことないので福岡行きたいです。マリカチャンネル。はい、ということで引き続き皆さんからの質問コーナーや他の企画ね、ぜひこれやってほしいよとかあればリクエストを答えていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。そしてチャンネルボタン、グッドボタン、高評価お待ちしてます。以上、大野マリカでした。バイバーイ。はい、今日は皆さんにお知らせがあります。何何何何？ The Birthday Tour 2024 Freedom 大野まりかバースデーツアーを開催させていただきます。8月3日に、大阪ムクノキホール、8月4日に名古屋パラダイスカフェ21、8月31日に沖縄コザミュージックタウン、沖縄では8月30日の前日にオフ会があるので、詳細はチケットを見てください。9月21日が私のバースデー当日に新宿マープルというライブハウスでライブをさせていただきます。私の公演はもうセトリが違うとかそういう話じゃなくて、大阪はもうがっつり天井もすごい高い広いコンサートホールでやらせていただくんですけど、ちょっと大阪駅からちょっとまあまあ遠いんです。ここでもどうしても譲れない理由が、まあクラシックをやるならねサロンホールとかもちろん好きなんですけれども、やっぱり天井が高い響く場所でやりたかったっていう私の思いがありまして、本格的なクラシックを皆さんにお届けできたらいいなと思ってますのでお越しください。そして名古屋にはシークレットゲストがちょっといらっしゃるんですけれども、
ぜひ楽しみにしていてください。名古屋はアットホームなライブにしたいなって思っておりまして、皆様と距離近めでご飯とかね、飲み物も注文できる場所なので、皆様ものんびり、リラックスしながら楽しんでいただければいいなと思います。そして沖縄は野外でコンサートをするので、もう灼熱の夏よ、8月31日よ、40度くらい行くんじゃない？みんなでサウナで外でいっぱい楽しんでいきたいと思います。海にもね入りたいなと思って、あ、これはプライベートの話でした。ぜひ来てください。待ってます。はい、そして最終日9月21日は新宿マーブル、私のバースデー当日でございます。ぜひこちらも、もう誕生日当日はこの日しかないし、私25歳になるんです。境目の日なので、皆さんにぜひ、私のただのわがままなんですけど、お祝いしてほしいし、私にとってもみんなにこの大事な時期を一緒にお祝いしてほしいなって思い、お祝いしてほしいだけだった。嘘だよ、やっぱ私誕生日、まあ1年に1回しかないけど、やっぱりライブで皆さんと過ごしたいなって思いがありまして、ライブをしますので、ぜひ来てください。待ってます。来ないと後悔するよ、マジで。